パンダランドでは1時30分よりパンダウェイクアップタイムといたしまして、外の運動場でおやつや竹を立てるジャイアントパンダの姿をご覧いただいております。今日のウェイクアップタイムで外に登場しましたのは、今月中国へと旅立ちます5歳の双子の兄弟、アイヒン、メイヒンです。向かって右側、ビッグオーシャン側がアイヒン、そして向かって左側、大きな滑り台のある運動場におりますのが弟のメイヒンです。またご観覧にあたりまして皆様にご案内申し上げます。今年の8月今年の8月10日に誕生いたしました赤ちゃんパンダの雄浜、公開はこの後午後3時までです。屋内運動場でご覧いただける赤ちゃんパンダの雄浜、どうぞ皆様まだご覧いただけてない方いらっしゃいましたら屋内までお越しくださいませ。それではこの後もアドベンチャーワールドでどうぞ素敵な午後をお過ごしください。パンダウェイクアップタイムにお越しいただきました皆様、誠にありがとうございました。美味しそうじゃん。美味しそうじゃん。